ターを紹介したいと思います。そうだよね、スマオタさんの前で初めての方が来てる、もう来てる、もう来てる、もう来てる。自己紹介を、ムロタンから。千葉県出身、高校1年生16歳のムロタミズキです。よろしくお願いします。県出身、高校1年生15歳の相川真帆です。よろしくお願いします。イエーイ。宮城県出身、中学1年生の13歳佐々木理香子です。よろしくお願いします。イエーイ。私たちはこの9人でですね、はい、年末のカウントダウンライブ、そしてお正月のハロープロジェクトのコンサート、準備してですね、頑張りますので楽しみにしていてください。お願いします。そして、おお、今日はもしやここで新しいグループ名を待ってました。トリックは分かんないですけど、トリックかな。じゃあ発表したいと思います。新しいグループ名はこちらです。じゃーん、アンジュルムです。カナナ、カナナ、はい、はい、そうですね。この名前はいろいろかっこいい名前とか、あと英語とかフランス語とかいろいろネットで調べてて、でそこでフランス語の天使っていう意味のアンジュと、それとあと涙っていう意味のラルムっていう言葉をつけたらくっつけたらかっこいいんじゃないかなと思ってくっつけた造語にしたんですけど、これは私、天使って優しいイメージがあって、だからそんな天使のように優しい心を持って過ごしていこうという意味と、あとは涙って嬉しすぎる時とか悲しすぎる時とか感情の最大限の時に涙って出てくるじゃないですか。だからそんな涙を皆さんと共に流していこうという意味を込めて作ったものが選ばれました。ということでですね、はい、この9人で頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。地球は今日も愛を、地球は今日も愛を、地球は今日も愛を、地球は今日も愛を。スマイレージでそのグループの中に入って今こうやって活動できて、なんか明かりも暗くしていただいてありがとうございます。そのグループの中でこうやって活動させていただいて、本当に今でも夢を見ているんじゃないかというふうに思ってます。はい、なんか私ブログにも書いたんですけど、本当にすごく不思議な気持ちで、なんか別に誰かが卒業するとかじゃないのに、別に寂しいわけではないんですけど、なんか本当に不思議な気持ちで今日ライブをするんですけど、なんか今この感想を言うところを、な
なんか寝る前にそういう覚えることを覚えると寝てる間に頭の中で整理されるからいいみたいなこと聞いたことがあるから、じゃあ寝る前にまとめようと思ってずっと考えてるうちに朝になっちゃってて、はい、でも本当に一つだけ言えることは、6人でしてきたことは本当にすごく大きなことだと思うので、本当に皆さんには一生忘れてほしくないですね。はい、今からすごいこと言いますよ。47都道府県ライブで回ったのって女性アイドル史上初らしいです。すごくないですか。それ聞いた瞬間もう本当びっくりしちゃって、すっごい嬉しいなって思って、そんな史上っていうか、なんていうの、1位ってなかなか取れなかったから、いろんな意味で。そうだね。そう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 、だから本当に、しかも史上初っていうのはもうやばいじゃないですか。だから本当に嬉しくて、これはもう早く自慢しないとなって思ったんですよ。はい、そうですね、私は大好きなスマイレージに入って、で大好きな地元の大阪から上京してきて、自分の居場所ってあるのかなと思って、なんかいろいろ街歩いててもすごい冷たい風が吹いてる気持ちになったりとか、なんかあったかい人たちが、まあ、東京でもいたんですけど、まあ、大阪の方があったかく感じて、すごく孤独な気持ちになっていたりして、帰り道に涙しながら帰ったりとかもしてて、でもでもこうやってコンサートとかライブとかするときはメンバーがいて、大好きなスタッフさんがいて、大好きなファンの皆さんがいて、それでなんか自分の場所ってここにあるんだなって、そういうことを改めて感じることができて、で今は楽しく歌って踊ってられるんだなって思って、すごいそういう普通の些細なことってすごく幸せなことなんだなって、笑ってることって、今私泣いちゃいましたけど、笑ってることってすごい幸せなことなんだなって改めて思いましたし、これからアンジュルムとして9人で活動していくことが私今からすごい楽しみで、やっぱこう6人でつんくさんにチケットが全然売れてないとか、ライブハウスでしかライブができなくなってるとかいろいろ怒られたり、あとやる気ないメンバーがいるって多分私のこと言われて、自分でも思ってたけど、ファンの人とかにも絶対マロじゃねえみたいな言われたし、まあ自覚があったんですけど、そっからまあね、みんなに受け入れてもらえるようにもう一度頑張り直さなきゃなとか、やっぱスマイレージにいるからにはスマイレージの中で必要とされる存在になりたいなっていうのはずっと思っていたので、なんかこうファンの皆さんのツアーとかで回っていく温かい言葉を聞いたりとか、こうやってね、歌じゃないか、喋ったりとか歌ってる時に声援をかけてくれるファンの方の顔を見ると、こう夢だったアイドルっていう職業を叶えられて本当に良かったなって思います。引っかかっちゃった。 OK、 ですね、日本全国今回このツアーで回って、日本全国で本当にスマイレージを待っててくださる方がいるんだなっていうのをすごく実感して、それもどこ行っても温かく迎えてくれて、それがすっごい嬉しいなって思ったんですよ私。それで今日もなんかスマイレージはいつもこうだって感じで、なんか忘れ去られることが多いんですけど、最後の最後はこうしてとっても幸せな感じで、コンサートで終われて、6人のね、あれをコンサート締められて、とってもとっても嬉しいなと思うし、スマイレージはいつもこうだじゃなかったなと、最後だね、最後だけそうじゃなかったなって思いました。本当に楽しかったです。あとここでさっきも言っていいよってそこで言われたので言っちゃうんですけども、次の新曲が決まっていて、言いますね。2月4日日本の日、そう日本の日で2月4日に発売されるんですけど、タイトルも言いますね。大器晩成と乙女の逆襲っていう曲なんです。だから皆さん、まあそこから新しいパフォーマンスですかね、9人の。まあ形だけじゃなく心で、もう心で通じ合ってると思うんですけど、これからもたくさん交流をたくさん持って心で通じ合いましょう皆さん。今日は本当にありがとうございました。お願い